じゃあ俺はこれで。私あとちょっとで終わるから待ってて。一緒に帰ろうよ。けなげに待ってるわよ、あの子。もしかして彼氏だった？違いますよ。でも茜ちゃんはあの子が好きなんでしょ？必死に引き止めてたものね。本当はすごく優しい男の子なんだなって思ったりもする。お待たせ。